わって息切れしてる銀歯とのようくんです。ここ選びちゃうね。はいはい、お家帰ります。はい、だから、うん、はい、はい、うん、ラビちゃん頑張ってる。あ、ラビちゃんの足はこんな感じですね。ね、この状態なので自分のねうんちの上をハイハイしてしまうと感染症とかね、あとやっぱ肌もかぶれちゃったりとかするので、汚れるたんびにね洗ってたらまたそれも良くないので、はい、ちょっと待っててね。はい、これねトッピー君のトペクのおしめに通常はパンティーライナー入れてるんですけど、ナプキンをくるっと三角形にしてね、こんな感じ。そう、これだとナプキンだとそこそこ強度があるので、ここにお尻が当たりますから、でうんちがここに落ちるのでお尻が汚れなくて済みます。でね、あのラビちゃんこんな体勢なのでおしめがあるとね体をちょっと支える役割にもなってくれるので、ちょっとこれを本当にラビちゃん用にちょっと今日改良したかったんですけど時間がなかったので、トピックのお風呂をね、でも一般的に売ってるのがこういう形状なので、これでね、はい、ラビちゃん、こっちを通して、あ、これね、つかまないで、つかまないで、ラビちゃん、よいしょ、お尻に当てといて、はい、ペンギンの羽を入れます。シャキーン、こっちも足通しようかね、よいしょ、はい、左の羽シャキーン、背中を止めて、はい、こんな感じで、ここにね、溜まるので体が汚れなくて済みますよ。少しずつね、リハビリもしないと足が広がらないように、まあ、固定してしまいたいんですけどね。ラビちゃん結構ねうねうねして脱出が得意なのね、ラビね。なのでちょっとラビちゃんに合った矯正方法を今試行錯誤中です。クーちゃんカメラいじんないで、クーダメダメ、本当にこうずっとね24時間こうやって抱っこしといてあげて、足がこう広がんないようにこうねこうやってやっといてあげるとねいいんだけど、24時間こうやってあげてるわけにいかないのでね、ちょっと考えないとね。ねえラビ頑張ろうね、クーちゃんやめて、クーちゃんやめてやめてやめて、ダメダメダメ、うん、クーちゃんこっち来たよ、映んないよそこじゃ、ちゃんとね握る力がねあるのでね、
ただこの股関節がね広がっちゃうからね。よいしょよいしょよいしょ。こうやってでこうね、本当はねペロシスの治療はテーピングでここをこう足が広がらないように矯正するのがいいんですけど、こうね、ね、頑張ろうねラビー。下手にね動けちゃうとね矯正の逆に妨げになるんですよね。うちのね銀歯との心がそうだったから、ちっちゃいうちはまだ関節が柔らかいのでこうやってねキュッとしておけば足がちゃんとした位置に来れるんだけど、成長とともにねこれがここちゃんもね足ピュインってねなっちゃったもんね。ここうるさいね、このお家ね。ご飯ちょっと。